今日はこのサヤエンドウを定食したいと思います。まず俺はこういう、去年ですね、ナスとか、これはシシトだったかな、植えたところを利用してこういうサヤエンドウを植えて、あのツルを絡ませるという感じですね。で、やり方はこういう道具を使って、このマルチの穴開いてるところに穴を開けると、そうで、ここにこの微生物を混ぜた肥料を入れますね。やり方はちょっと最後に、でそうで、今の肥料が、この肥料というかね、これ微生物なんだけどね、キラーエースってやつ、これすっげーおすすめと、あとこの浅すみパウダーをもうあらかじめ混ぜたやつ、こういうやつですね。これを追肥とかこういうのに使ってます。で、これいいのが、ここの穴に水でジョボジョボやってもいいんだけど、このバケツに溜めた水にこうやって買った苗をやると、で、これブクブクしてるじゃん。で、これブクブクがなくなったら OK。 で、これ農協で買った苗なんだけど、農協の方が農薬とかかけてない場合があったり、結構割と自然な土を使ってそうな、で、苗を育てたりしてるそうな、もうありがたいおっちゃんの人たちとかがいるんで、そういうの買ってます。で、これですね。で、これをこの穴に入れると、入れてやると。で、さっき取ったこの土をかぶせてやると。若干深かったかな。俺はね、こういうね、マルチとかね、穴の開いた場所にマルチが破けて、マルチ俺5年ぐらいこれ張りっぱなしだから、まあね、ちょっとマルチもね、自然的にはどうかっていう人もいるけど、で、あと1個はここに入れようかな。以上です。